はい、ゲームコレクターの酒勘です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはパックピクス。ナムコが2005年3月10日に発売したタイトルで、定価は税抜き4800円。パッケージの表面を見るとパックピクス、まあロゴは当然あるんですけど、でまあ英語のロゴっていう言い方でいいのかな。で下にカタカナでね、名前が入っていて、で絵柄というかメインビジュアルを見るとね、一応このパックピクスと書かれたペンがいっぱいあるんですよね。いっぱいって5種類かな。赤、黄色、緑、オレンジ、青。なんだろう、この色味っていうのは、まあ、残念ながらモンスターの色にはならないんだよな。ピンクがないからな。で、黄色はパックマンだけどもね、普通のパックマンのね、感じにはならないんだけど、ただ、この黄色で描かれた、このパックマンみたいなね、ピザの一かけら抜いたような絵柄は多分この黄色で描いてるんだけど、ただ、ここのね、ペンが当たってるところが、描いた最後の地点だとするとちょっとおかしい気がするんですよね。ゲーム内容的にもね。書き順確かあるんですよ。こう、くの字書いて丸っていう感じに。まあまあ、それは後で書くと思う、あると思うんですけど、まあともかくね、まあペンでいろいろパックマンのね、キャラクターをこう書いてるような、まあメインビジュアルになってる。まあこれがゲーム内容だなって、まあ気づいたり気づかなかったり、まあそんな感じですけど。で、右上にはナムコのロゴ、左下にはセロ全年齢対象のアイコンがあり、NTR APCJ JPN のコードが振られています。で、側面を見ると、パックピクス縦書きね。カタカナ縦書き。で、ナムコのロゴがあります。で、裏面を見ると、君の絵がゲームを動かす新感覚手書きアクションゲーム。くっていうか、まあ、こういうパックマンの口の部分ですね。く描いてくるでパックマンが動き出す。まあ、くるっていうのは多分、く描いてくるってことですよね。はい。ということで、始め終わりって言って書き順書いてあるんですけど、まあ、こういう風に書くと、まあ、4方向の上下左右の4方向で認識するって、まあ、こういう風にね、書くとパックマンが動きますけど、パックマンっていうのは、結構アニメタッチのね、球体にこう手足がついてるキャラクターのイメージもあるけど、こっちのパックマンですよ。精密に書いても、どうにもならないですからね。で、画面上にパックマン、画面上にパックマンを描いて、うまく操作しながらゴーストたちを食べまくれって、まあ、これがゲーム内容ですね。まあ、そういう、感じです。はい。で、ジャンルは手書きアクション。プレイ人数は1人用で、コードは NTRPAPCJJPN ですね。で、パッケージを開けると中には、取扱説明書、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカード、アンケートはがき、チラシといった構成になっていますね。はい。で、取扱説明書の、表紙は、パッケージと同じメインビジュアルで、NTR APCJJPN のコードが振られています。あ、そう、同じじゃないんだ。黄色いペンがないです。クレパスがね、こう、飛び散ってる、砕け散ってるような表現と、その黄色の書いたクレパス自体がね、まあ、パックピクスなのかな、わかんないけど、これがないですね。なくなってますね。なぜでしょう。で、取扱説明書の中を見ると、目次。どこかのいたずら好きな魔法使いが作ったゴーストインク。これで書いたものはみんなゴーストになってしまうのです。ゴーストたちのいたずらでもう世界中は大混乱。そこで立ち上がったパックマンは魔法のペンを使って全てのゴーストを一冊の本の中に閉じ込めました。しかし最後の最後でゴーストたちが大逆襲。油断していたパックマンは恐ろしい呪いによって紙切れの中に閉じ込められてしまったのです。パックマンに代わってゴーストを退治するのはあなたです。さあ、あなたは魔法のペンで本の中のゴーストをやっつけて、世界中を大混乱から救うことができるでしょうか、ということでね。だから、魔法のペンでプレイヤーがこう書いて、解決するっていうところで、一応こう、ゲームやってるプレイヤー自体が一応こう、ストーリーの中に入り込んでる感じになってますね。で、操作方法は1ページで、まるっと。紹介されてるというか、これは単にこのページや操作の説明じゃないじゃん。まあ基本あれですね。ボタン全部一通り書いたんだけど、スタートボタンとこのポーズメニューの
開閉と、あとタッチスクリーンにメニューの選択決定ジェスチャーって書いてあって、まあこれしか使わないんですよ。はい。で、ゲームの始め方はいいや。はい。で、チャプターセレクト。パックピックスのゲームを始めるときは、タイトル画面の下画面にある本をタッチしてください。まあ一応こう、もうストーリーの設定を活かしてちゃんと本があるというところですね。で、チャプターセレクトということで、まあチャプター番号をこう、順番にクリアしていく感じなんですけど、まあ今回のね、プレイ動画もね、これ僕ね、発売日に買ったんですけど、あんまり面白くって言っちゃあれなんですけど、途中までしかやってなかったんで、あんまりね、プレイ動画もページ開いてなかったと思うんですけど、今回ね、プレイ動画撮ってたらね、今までクリアしてなかったステージまで行っちゃったんで、意外と面白く感じたのかもしれない。で、画面の見方とルール。パックマンを画面に書いて操作し、すべてのゴーストを食べさせましょう。ということで、パックマンね、このゲームの中のパックマンは、まあ、普通のパックマンっていうと、パワー餌食べたら一定期間だけ相手が弱ってて食えるんだけども、このゲームの中のパックマンは、ずーっと常時ね、モンスターを食いまくれるんですよね。だからちょっと、パックマン、もう、ね、80年代前半からこう、パックマンやってる人からすると、ちょっとこう、ジェネレーションギャップを感じてしまうかな。で、書いたパックマンでゴーストを食べよう。下画面にパックマンを書き、うまく動かしてゴーストを食べさせましょう。ゴーストをすべて食べると、ページクリアとなって次のページに進み、現在の得点にパックマンの残り数と残り時間によるボーナス得点が加算されます。また、チャプターの全ページをクリアするとリザルト画面で結果が集計されます。ということですね。はい。で、ジェスチャー1。タッチペンを使ってパックマンを画面に書いたり動かしたり、それがジェスチャーです。だから普通のね、パックマンじゃないや。ゲームのね、操作としてタッチペンを使って画面にね、こう、スクリーンにやるっていう操作なんだけども、一応こう、書くことを全部ジェスチャーと呼んでるわけですよ。このゲームの中では。で、パックマンの書き方は、まあ、クーってやってくるって書くっていうやつですね。これがパックマンの書き方になります。だからこの順番に書かないとね、丸から書き始めると認識してくれないんですよ。まあ結構ね、このくと丸っていうのも結構あやふやなところがあって、僕もうまくいかないときは全然ね、動いてくれなかったりします。はい。ということでね、まあ右向き、左向き、上向き、下向きってこうね、ちゃんと書き分けることによってその方向に進みますからね。で、ジェスチャーに、壁。これね、壁を書くと一応、壁には方向があるんですよ。描いたものにはないんだけども、これもちょっとプレイ画面上僕間違えてて最初、壁やればどうにかなるかなと思って、壁をこう丸かって描いたんだけど、じゃあ直線描くと、この描いた先の方に曲がるんですよね、パックマンがね。はい。で、動きを止める。あ、パックマンが動き止める。止めれるね。で、戻したり。まあ、いろいろでやれるんですけど、要はパックマン描いて動かすんだけど、画面から外れたらさよならしちゃうんですよ。だからうまく画面内でこうぐるぐる回してね、いっぱい食わせる。まあそんな感じですね。はい。で、ジェスチャー3、いや。で、ゲームを進めると使えるようになるジェスチャーです。画面に描いた矢印が飛んでいき、上画面で飛んでいるゴーストに当たると下画面に落とせます。とかね。で、爆弾。これもゲームが進むと使える。だからゲームを進めていくとどんどんジェスチャーが増えていっちゃうんですよ。だから結構反射神経でうんぬんじゃなくて、ジェスチャーを覚えておかなきゃいけないっていうのが結構このゲームの厄介なところですね。で、はい、アイテム。上画面にアイテムが現れたら、パックマンをうまくアイテムロードに移して、アイテムを食べさせましょう。まあ、これフルーツとかね、ワンナップとか、そういうのは、まあ、ここら辺はパックマンらしさが出てますよね。うん、で、リザルト。チャプターをクリアすると、リザルト画面で結果が判定され、それから次のチャプターに進みます。で、ギャラリー。で、まあ、ギャラリーもあると。で、ゴーストの紹介。ゴーストたちはそれぞれ癖や弱点があります。ここではその一部を紹介します。ということで、ピンキー、ブルル、バリベデカデッカン。ということでね、過去にパックマン遊んでる人からすると、色の対象も違うし、てかそもそも、まあいいや。ね、キャラクターも違うし、あと数字数か。まあ、いろいろあるんだけど、まあ、色味的にはあれかな、パックマン、
既存のパックランドあたりの色にあれ対象になってるけど、ただ昔のパックマンのキャラクター付けとはね、こう関係ない色味になってるような、あのね、ピンチがね、あの臆病なゴーストになってるっていうのはね、ちょっとまあそうだっけっていう感じです。はい。でゲームカードを見ると、あ、 DS カードか、 DS カードを見ると、まあパックピクスのロゴのね、どこまでがロゴかがわかります。まあ要はこの M 字型にこうひにょきにょこって書いてるところまでがロゴに含まれてることがね、確認できます。まあそこにペン先が I っていうところがペン先になってるんですけど。でコードが NTR APCJ JPN ですね。でクラブ任天堂のポイントカードは、CNTR APCJ JPN のコードが振られていて、ポイントの有効期限は2007年3月31日まで。でアンケートハガキを見ると、切手の貼るところにね、あのもういじけモンスターがいますね。切手貼らなきゃいけないんですね。はい。で切手貼って出してね、毎月抽選によりナムコオリジナルグッズをお送りいたしますということになってます。抽選でね。はい。で、任天堂 DS 以外でお持ちの家庭用ゲーム機に丸をつけてください。プレイステーション2、プレイステーション、PSP、任天堂ゲームキューブ、ゲームボーイ、過去アドバンス以外、ゲームボーイアドバンス、Xbox その他。まあ時代を感じますね。はい。で、好きなジャンルね。はい。で、あ、コードね、コードが NTR APCJ JPN と振られています。で、パックピックスって名前も入ってますね。で、裏面。このソフトを遊んで、ご満足いただけましたか？ 5 段階。5段階評価なんですね。グラフィックとかパッケージなんかも5段階評価。で、Nintendo DS 用、ゲームボーイアドバンス用のゲームソフトを何本お持ちですかっていう質問が、これコレクター泣かせなんですよね。毎回数えなきゃいけない。まあ、その前にコレクターはね、ハガキを出さないからね。これも大事なコレクションなんで。で、パックピクスを購入いただくことを決めるきっかけとなった情報をすべてお答えください。こういうの厄介なんだよね。このゲームの続編を希望されますか？希望する、希望しない、わからない。出てないよね。はい。で、あなたとテレビゲームについてお聞かせください。っていうのも、これ5段階なんですけど、自分はテレビゲームに詳しい方だと思う。好きなゲームジャンルへのこだわりは強いと思う。新作が出れば必ず購入するシリーズもののゲームがある。ソフトメーカーに対するこだわりは強いと思う。テレビゲームをやるときは大勢でやることが多い。趣味は多い方だと思う。友達から情報を得るより教えることの方が多い。気に入ったものはすぐに買う方だと思う。家で遊ぶよりも外で遊ぶことの方が多い。このアンケート何に使ったんでしょうね。ちょっとこう気になりますね。で、テレビゲーム以外の趣味のあることに丸をつけてくださいって言って、いろいろありますけども、特に面白そうなのはないなぁ、はい。あとパックピクスの感想ね、はい、というような内容でした。でチラシを見ると、すでにね、ナムコタイトルっていうと2004年に、DS の発売日にね、ミスタードリラーが出てたんですけど、そのミスタードリラーのドリルスピリッツのチラシが入ってます。で、これはチラシには特にコードは振られ、あった。NTR APCJ JPN だから、ちゃんとこのゲームソフトに入れるチラシとしてコードが振られていますね。簡単操作で誰でも遊べる穴掘りアクションの決定版ということでね、4800円ですという。まあそんなチラシでした。はい。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ中古でもいいかな。